23日フェイス合同メソジスト教会日本語部礼拝を始めさせていただきます。はじめに賛美いたしましょう。お起立ください。朗読文。神である私の主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しみ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれるよう。ご着席ください。お祈りに移らせていただきます。恵み深き天の父なる神様、あなたの御名をここに褒めたたえます。あなたの愛によって守られ、一週間私たち一人一人が無事に過ごし、日曜の朝礼拝と賛美の時を持てることを感謝いたします。今はこの場所に集まることができない兄弟姉妹たちも、それぞれの場所で心を共にして一緒に祈りを捧げてくれています。全能なる父なる神様、どうぞ私たちの祈りを聞いてください。この1週間、私たちの周りで起きたさまざまなことを真摯に受け止めます。どうぞ今日から始まる新しい1週間をお守りください。私たちの家族、私たちの教会、私たちのコミュニティ、そして私たちのいるこの世界をお守りください。
病で苦しんでいる方、天災で被災されている方たちを支えてください。それぞれの困難な時にあなたの愛と癒しと励ましを受けられますように。また私たちが礼拝やイベントを通じて神様の愛を多くの人に伝えることができますように導いてください。特に私たちが携わっているお弁当やお雑煮の配布の計画や子ども向けのプログラムがどうぞ祝福されたものとなりますように。これから御言葉を取り継ぐ平田牧師を導き強めてください。あなたの愛のメッセージを豊かに語らせてください。また聞く私たちの心が聖霊の働きによって開かれますように。この小さな祈りを私たちの贖い主、主イエス・キリストの御名を通して感謝とともに御名を身元に捧げます。アーメン。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名を贖めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読いたします。本日与えられている箇所はルカの4章14節から21節です。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者やイザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人に自由、人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。本日のメッセージは恵みの年です。お願いします。おはようございます。今ちょっと気になっていることがあってですね、クリスマスのデコレーションが片付けてない家があるんですね。横です。で、前の家、いつ片付けるとか思ってるんですけども、12月は教会のもう一大イベントですよね。クリスマスが終わりまして、その時毎年同じように天使の軍勢賛美が、輝く星が、みんながいろんな賛美をして、まあ今ちょっと歌が歌えないのでハンドベルの特別賛美があったりしてですね、神様の誕生を崇めましたね。で、もっといいのは博士たちが高価なギフトを持ってきてイエス様を礼拝しました。今もそりゃ記憶に残ってます。毎年同じことをするからです。でも空にはもう天使の軍勢はもういないし、輝く星もピカピカピカっとする星もないし、素晴らしいギフトを持ってくる人はいません。クリスマスライトの飾りも片付けられまして、まあ、片付けてない前の人と横の人がいますけど、美味しい料理も並べられない。普通のご飯ですよね。ギフトももう全部、チョコレートも食べちゃいました。ちょっとあるけど。さあ、これからどうするのか。新しい年になりました。こう今はイエス様の恵みの時、恵みの時、恵みの年を覚えるんです。
イエス様の愛を教えられました。それを伝えてイエス様がしたことを教えたことをするときです。悩む人には良いニュースを、福音を伝え進むんです。ヘブル書の13章でこう教えています。兄弟愛を持って旅人をもてなしたり、ヤコブではこうです。孤児とかヤモメが困っていたら助けたり、牢につながれている人を忘れないで思いやったり、尊ばれる結婚生活をして、金銭を愛する生活をしない、恵みによって強められなさいと教えています。そう、天使の軍勢はもういない。ギフトは、素晴らしいギフトも贈られない。でも神様の愛を伝える恵みの時がやってきたんです。で、自分の使命をはっきり知って信念を覚えるといいですよね。まあ抱負を持ちますね。信念は、なぜ私たちは生きているのか、自分の使命を知っているのは人は幸いです。なぜ生きているのかを知らない人は、人生の意味について考えてまだまだ悩まないといけません。でね、子どもたちはこう言うんです。先生、こんな算数して将来何の役に立つんですか。で、こんなの勉強してもしょうがないから勉強しないし宿題もしないっていう子どもたちもいますよね。意味ないからです。ある青年が、車会社に就職しました。で、工場に配属されました。で、まずですね、何をするかって言ったらね、毎日鉄を叩くんですって。で、車のパーツをですね、作るんですけれども、もうね、毎日鉄を叩くなんてね、これ一生やれない僕と悩んでいたんです。もう仕事したくないと仕事を辞めてしまいました。で、部屋で何をするかって言ったら、したいことをする。で、ゲームが好きなんですね。で、部屋でゲームをする毎日になりました。でも人生それじゃもったいないじゃないですか。自分の人生の目的、使命を知るというのは大事なことです。イエス様は使命がありました。どんな使命か、まあ、今日読んだところです。いつものように安息日になるとですね、イエス様は街道に行きました。毎週ですね、必ず礼拝に行っていたですね。もう忘れずに土曜日安息日は礼拝に行きました。で、評判が広がっていたそうです。街道で教え、みんながイエス様を尊敬して崇めていたと書いてあります。その評判を周り地方一帯に広まっていきました。イエス様は諸街道で教えて、みんなから尊敬を受けられていました。ラビという先生であったことがわかります。いい先生がいるよと、まあ、30歳で若い先生がやってきたということですね。で、自分の故郷ナザレに行ったんです。ユダヤ教の規定に従って安息日、そこでも街道で礼拝に参加します。で、礼拝は、まあ、シェマー聞けイスラエルよで新明記で始まって、お祈りで聖書朗読に続きます。で、ユダヤ人の男性は聖書を誰でも朗読することができるんですけど、この日イエス様が預言者イザヤの巻物を渡されまして、自らバッと開いて、まあ開くてこう開くって61章を読んだんです。そして読んだとこがメシアの使命、ご自身の使命について読まれました。今日の講読文ですよ皆さん。神である主の霊が私の上にあります。主は私に油を注いで貧しい者に良い知らせを伝え、心傷ついた者を癒すために私を使わされたと、ご自身の使命を読まれます。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げる。イザヤが
なんでこんなことを書いたかって言ったら、イスラエルの民がバビロン捕囚から解放されるよということを予言したんです。で、なんでそんなことになったか、大変なことになったか、戦争で連れて行かれたかって言ったら、神様が7年ごと安息の年をもって休みなさいと言ったんです。約束したのにイスラエルの民は破ってたんです。そんな1年休んでもったいない、もっとお金儲けられるのにって言って続けて仕事をしていたんですね。それプラスですよ、49年目は安息の年で、50年目はヨベルの年というのがありまして、2年連続休むという約束があったんですね、神様との。で、ヨベルの年とは素晴らしい年でして、これがね、恵みの年ですね。恵みの時、恵みの年です。人が解放されます。土地の解放もされるんです。だから貧しい家で子供が売り飛ばされて奴隷になったったら、その子供は7年後には自由です。あ、ごめんなさい、50年後には自由です。家も土地もすべて戻ってきます。主の恵みの年がヨベルの年で、奴隷もみんな解放され自由になりました。でもね、このヨベルの年を守らなかったんです。ずっと奴隷のまま、行っちゃダメだと、自分のものだとぐっと抱え込むんですね。その守らなかった年全部計算したら70年でした。その70年を守らせるため、バビロン捕囚に70年行ったんです。で、今やっと解放されるよという年でした。自由の年がやってきますよと予言してくれたんですね。で、バビロン捕囚が終わりました。さて、自由で素晴らしい生活が待っていたか、でも全然違うんです。今もこの時期、この時代、ローマ帝国の圧政下の中、束縛され苦しい生活が続いたんです。だからイザヤはバビロン捕囚からの自由ではなく、救い主がやってくる本当の自由の時、救いの時、恵みの時を予言して教えているんです。そしてここでイエス様はこう言ったんです。自分こそが油注がれた救い主だよ、今やってきたんだよと公言したんです。で、私はメシア、私は救い主だよ、今神の国がやってきた。ルカにここでもう一度イザヤの話を、予言を話してるんですけれども、イザヤにない2点が含まれているんですね。盲人には目が開かれること、虐げられている人々を自由にするという言葉です。これは救い主、メシアしかできない奇跡が起こるよということを公言しているんです。さあ、神の国が到来してきました。イエス様はご自身の使命をはっきりして宣言します。貧しい人に福音を伝え、虐げられている人には神様の恵みの年がやってきたよと告げ知らせます。グッドニュースです。福音です。喜び、希望、感動を与えました。ただそれを受けない人もいるんですね。偏見の目で見る故郷の人です。パリサイ人と律法学者、傲慢な人もその感動を覚えないんです。どんなに素晴らしいメッセージも、偏見と傲慢な心、へりくだらない心を持っている人には入り込む場所がありません。で、こんな感じです。ちょっと今ね、YouTube の、子供の赤ちゃんのとこがあるんですけども、故郷の人はこう言うんです。イエス、あのイエス君知ってるよですね。ヨセフさんちのイエス君でしょ。この頃少し変だよね、大人になってちょっと変わったじゃんって言うんですね。小さい頃覚えてる、お弟子をしてたやろ、昨日おしっこ垂れたやろとか言ってですね、おむつしてるイエス様を知ってるんです。そうすると、
赤ちゃんのやつ垂れてへんって、すみません関西弁で垂れてないよって、漏らしてないよと言うんですよね。まあ子供ですから漏らしてないと言いますよね。でも今は30歳で先生ラビです。神様の言葉を教えるんです。でも故郷の人はあの赤ちゃんがな、受け入れられないですよね。そしてまた傲慢な人はすっごいラビの下、勉強していないイエス様を受け入れることができま、できない。だって仲間じゃないイエスを、信仰の派閥にまず入らないと受け入れることができないんですね。傲慢な人、感動がありません。でも心悩む人、神様の愛の言葉を待っている人は感動を受け感謝をするんです。異邦人や謙遜な人にとってはもうイエス様の言葉は大きな喜びでした。異邦人のルカ、この聖書を書いたルカさんですね、感動と喜びを持ってこれを記したんです。で特に覚えたいのはね、主税人とか兵士さんたちがヨハネの悔い改めのバプテスマの時にそのメッセージを聞いてね、ああ悔い改めたい私はと心を動かされて洗礼を受けてやってきました。でどのぐらいそういう人たちは悩むのかというのを考えたことありますか。税務局で働く人、IRS ですね、アメリカでは国家機密部署で働く人、 CIA とか FBI とかありますね。どのぐらい国家公務員のエリートさんたちは仕事で悩むのか。今ちょうどですね、ネットフレックスでテレビ配信があるんですね、ネットフレックスで。そこで新聞記者というテレビがやってるドラマです。政府のスキャンダルのことについてやっています。日本政府が公文書を改ざんしたというスキャンダルです。で正義感が強い国民のために働く仕事にプライドを持っている公務員さんがその公文書をね、改ざんしろと命令されるんです。正しくないとちゃんと分かっているのに、国の働きだ命令だと言われてさせられる。そうするとね、悩むんです。毎日毎日顔色がどんどん悪くなって食欲がないんですね。で人に話せないでしょ、国家機密だから。そのストレスが疲れを倍増させます。まあ、これテレビドラマですけど、実際にあった話をですねドラマにしてるんですね。で実際どれぐらい悩むかっていうのはですね、証でこう出てる人がいます。ニクソン大統領のアドバイザーで弁護士にチャック・コルソンという人がいました。もう彼はね、大っぴらげにそのことを証で話すんですね。大統領側近でした。でめちゃくちゃえばってた変なやつでした。まあエリートなんですけど、一般の人が嫌だな、あの人とはお友達になりたくないなっていうような人だったんですね。でウォーターゲートというスキャンダルで彼は一躍有名になりました。1973年、彼はね、あんなにえばって、あんなに賢くて、やり手の彼が、悩み、とうとう、クリスチャンになってしまうんですね。それほど悩むんです。子供の頃は、両親、まあ、素晴らしい両親で、社会保障を良くする両親でした。世界がまだ大不景気、大恐慌の時にですね、お母さんは、お腹が空いた人に、ちょっと待ってね、食べ物を作って配ったりするすっごくいいお母さんでした。でお父さんはですね、無料で刑務所の法的サービスを手伝う人でした。でお母さんこう言うんです。息子よ、まあ、チャック、あなたは将来牧師になるのよと言ってたそうです。でそれはですね、なぜかったらビショップを知ってたんですね。でビショップのそのみんなにこう崇められるのを見て、うちの息子もああいうふうになってほしいとお母さんが願ったんです。良い働きをしてほしい。でも両親は
聖書も読まず聖公会の教会のメンバーだったんですけども、礼拝には行かなかったんですね、あんまり。まあクリスマスとイースターは行くでしょう。だからチャック・コルソンは霊的に、まあ、信仰的な部分があんまりなく育ちました。でも社会的な名誉とか肩書きはとても大事でした。だからアイビーリーグに行く、まあそういう目標を持ってアイビーリーグに来ました。で卒業して何になるかって言ったら弁護士ですよ、皆さん大体ね。なぜかって言ったら、まあ、飛躍的ですね、この政治の中に入っていくには弁護士にならないといけないんです。国を動かす仕事です。で69年ニクソン政権に参加するんですね。それも側近中の側近です。あだ名が、ありまして、ニクソン大統領のハードマン、冷血無慈悲。なぜなら敵はすべて倒すんですね。どんな人でも倒す、どんな手を使っても倒すでした。でウォーターゲート事件というのが起きるんです。ニクソンの敵ですね、民主党本部がウォーターゲートというビルにありまして、そこに盗聴器を仕掛けてしまうんです。で、まあ、発見されて逮捕するされるんですけど、犯人はですねニクソンの大統領、再選委員会の人たちでしたね。でホワイトハウスはそれで揉み消そうと一生懸命になりまして、そしたらですね、まあ、世が黙っていないんですね。で大統領がアメリカで初めて、史上初めて辞任しました。でコルソンは隠蔽しようとしたので捕まってしまうんです。でこれから捕まるというコルソンはですね、お友達が、クリスチャンのお友達がいまして、Mere Christianity という本が、有名な本があるんですけど、大学生が読む本です。それをギフトで送られるんです。でその本を読むとですね、どこもかしこもイエスは神、ジーザスは神だという、まあ、その言葉が全部のページにこう目にガーッと入ってくるんですね。もうそれに圧倒されまして、彼悩む心にイエスは神、イエスが神が届いてしまうんですね。で神様の愛が彼届いてしまいまして、今までは自分の力を信じ、どれだけ自分は頭がいいかっていうのをですね誇るような人だったのに、この事件に関してはもう捕まるので自分の力では届かない、その時自分の上に神様がおられる、イエス様が主であるということを教えられたんです。そして祈ったんです。主イエス様、あなたを信じますから私の人生に入ってくださいと祈ったんです。それからコルソンは信仰を与えられ変わりました。で一番変わったのがこれです。彼ね、あの大っ嫌い、コルソンなんて大っ嫌いっていう人がいたんです。まあみんなから嫌われていたんですけど、特に大っ嫌いっていう人が朝の祈り会にやってきた時、コルソンがクリスチャンになったって聞いてですね、彼クリスチャン、まあクリスチャン多いんですね、アメリカはね、政治家も。でその祈りの朝のブレックファストで、君もクリスチャンになったのかと握手して仲良くなってしまったんです。でもコルソン悩みが続くんです。ずっと黙秘権というのを使っていたんですね。でも自分はクリスチャンになって神様を信じてるから真実で従順でありたい、まあ、信仰が芽生えましてですね、そこで葛藤が生じるんですね。やり方をよく知っているコルソン、まあ、昔の自分ですよ、賢い。でも神様を信じるコルソン、悩み悩み信仰により決めたんです。有罪を認めよう。そうするとですね、彼の心に自由が与えられまして刑期を終えるんです。で刑務所では神様がいろいろとコルソンを教えました。刑務所で不正な扱いをいろいろ見たときにね、これは変えないといけないと彼は思ったんです。で刑務所に入った人には再生教育っていうのがあるんですけども、それも全然ダメだっていうのが感じたんですね、その時。で彼は出所後刑務所のためにミニストリーを始めました。イエス様は喜ぶ
働き、生きる目的を見つけたんです。主の恵みの年がコルソンに訪れました。神様の救いの良いニュースを聞きまして、コルソンさんの悩みは解放され、苦しんでいる人を神様は解放してくれるというグッドニュースが届いたんです。主の言葉を教え、心も魂も神様の言葉に感動を受けるコルソンは、その感動を伝える人になったんです。イエス様は悪霊を追い出されました。病気の人を癒したんです。虐げられている人を自由にして声をかけました。悩んでいる人を助けました。神様の技、イエス様の技です。イエス様は神様の愛をもって人々に仕えたんです。人に仕えることを人生の目的としたんです。新しい年は恵みの年です。私たちは、まあ、奇跡を起こすような技はできないかもしれないけども、神様の愛を持って人に仕えることはできます。イエス様、主の恵みの時がやってきたと教えています。主の恵みの年です。だからみんなイエス様を褒めたたえるんです。もうイエス様の口から出る恵みの言葉に驚くんです。2022年は主の恵みの年です。確かに今は恵みの時、今は救いの日、恵みの年です。それを皆さん分かち合って今年1年進んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、確かに今は、今年は恵みの年、恵みの時であることを覚え感謝いたします。神様の愛をもって使える奉仕、本当に救いを人々に話すだけではなく、何か行動をもって体から伝えることができるような年でありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。引き続き賛美いたしましょう。ご起立ください。
お祈りいたします。素晴らしい恵みを携えて私たちのためにやってこられたイエス様の大きな大きな救いの恵み、父なる神様の優しい愛と聖霊がくださる親しい、本当の親しい交わりが私たち一人一人の上にありますように。アーメン。ご着席ください。報告に移らせていただきます。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。礼拝はコロナ対策のためルールに従い行います。日曜礼拝は日曜日の朝、教会ウェブサイトでライブ参加ができます。過去の、礼拝も教会ウェブサイトで閲覧できます。ただ、ウェブサイトからライブ参加の方が、なかなかうまくいかないことがあるようなので、 YouTube の方から、あ、少し時間のズレがあるみたい。はい、ですから、あの、ちょっと待ってもらえれば入れます。今さっき確認した。あ、そうですか。はい、時間のずれがあるようなので少し待っていただければ、参加できるそうです。ただ、あの、 YouTube の方からも入ることができて、検索でフェイスサウスベイダッシュ日本語部と検索していただければ、こちらの方も、ライブで入ることができます。どちらかがうまくいかない場合に試してみてください。第3土曜日はシニアのためにお弁当が準備されます。希望される方はオフィスに連絡してください。こちら無料となっております。それから小学生対象の Zoom の日本語サンデースクール、毎月第1第3日曜日3時から行われます。幼稚園児対象子どもプログラム Zoom クラスは月水コース、科目コースがあります。子どもたちと家族にイエス様の救いが届くようにお祈りに覚えましょう。毎月第1第3月曜日7時半より漫画の、バイブルクラスがあります。こちらズームリンクが必要です。ご希望の方はお知らせください。1月の24日は望月姉の埋葬式、こちら家族葬となっております。同じ24日月曜日、夜の7時半からバイブルクラスがあります。月曜日の夜、隔週で日本語で聖書の勉強を持ちます。ズームリンクが必要ですので、ご希望の方はお知らせください。1月の29日土曜日11時半新年オールチャーチお雑煮の日です。21日金曜日までにサインアップをしてください。無料となっております。1月の29日、こちらは、10時よりお雑煮の準備を開始いたします。以上ですが、他に何かありますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、では以上で本日の礼拝を終わります。ありがとうございました。